ポポポンポーンとぐにゃんまあ先週も昨日はね TBS 系のね、まあ、JNN 世論調査で、えー、安倍内閣の支持率が35.4%で最低を記録したとまあいうニュースがね、まあ、話題になりですねでまた、その不支持率がやっぱり62.2%ということで、まあ、倍近く不支持の方が高いという、まあ、状況でね でしかも今、その安倍政権がね、一生懸命やってる GoTo キャンペーンの GoTo トラベル、や観光旅行の割引するから使いましょうみたいなね。まあ、やってるんですけども、まあ今も8月っていうことでね、まあそういうことから言ってももうすぐお盆。 えー、お盆の規制が始まるっていうこともあってですね。まあ、ここに対してどうなんだと。まあ、GoTo キャンペーンをね、一生懸命やってますけども、まあ、お盆をね、まあ、この GoTo キャンペーン使って帰りたいとかっていう人も、まあ、当然いるでしょうしね。あの、DM とかでもね、あの、飛行機が安くなりました、新幹線がやる安くなりました、みたいなのが僕のところにも、えー、なんかもう連日のように来ててね、その GoTo キャンペーンを使いましょう、みたいな。 な感じのあれですよ、ね、だから、まあ、そういうことから言っても、やっぱこの GoTo キャンペーンを使って安く変、えー、えたら、ですねその感染拡大するんちゃうかっていうね、あのコロナの問題がね。と、えー、いうことを自治体の首長、市長がですね言ってるわけですよね、だからもう、ここはもうなんとか、あのー、せなあかんと。 やっぱその一番の防止対策っていうのはねやっぱ帰らせないと、えー、不要不急の移動とか自粛っていうのを呼びかけざるを得ないと、これ愛知県の大村知事も言っていると、で秋田県の、えー、佐竹知事もですね、えー、やむを得ないケースを除いて自粛を呼びかけていると。であと福島の、えー、知事も、えー 家庭に高齢者や病気の方がいる方は、規、え、制、ー、を控えてもらうことが大切だと思う、と各地の知事がですね、まあ、そういうふうに慎重論を言っているということでね、まあ、だからどうなんだっていうね、でまあ、政府もそのお盆の規制に関しては、ですね、まあ、一律には控えないですけど一律に控えるということは求めないですけども、感染拡大につながらないように、最新の注意が必要だと、まあ、慎重論を言ってるわけですよね。 じゃあその GoTo、そんなことやったら GoTo キャンペーンのね、この GoTo ト,トラベルとの整合性っていうのはどう考えてるのかなっていうのがすごく、えー、まあもうネットからもそうですし、野党もですね、共産党の、えー、小池さんもね、小池晃さんもですね、政府の対応は死に滅裂だと。2点、3点。 えぇ、ー、尻滅裂、七点抜刀という状況だというふうに、まあ、批判しているということでね。で、まあ、菅さんは慎重にって言ってるんですかね、えー、菅さんは、あの、なんていうんですかね、ね慎重って言ってるけども、えー、な菅さんは一律に控えてとは言ってるわけじゃないと。ただ、西村経済再生担当大臣が、えー、慎重なことを、 ここもその、の何ていうんですか、整合性が取れてないというかね、うーんその、お盆規制と GoTo キャンペーンの、その、 整合性とはか取れてないというか無、ある矛盾してるって言えるんじゃないのかなと思うんですけども、この政府内でもですね、西村経済再生大臣と、えー、菅官房長官の言ってることが、まあ、食い違っていると、えー、いうことでね、まあ、どうするんだろうなっていうのは本当思いますよね。まあだからこれがね、その、 JNN の世論調査で安倍内閣支持率が下がったというのがありましたけれども、まあ、これからさらに、ね、お盆の,この規制をめぐってです、ね、この政府の対応というのが、またおかしなことを、ね、言ったりやったりすると、またやっぱ安倍内閣支持率への影響というか、出てくるかもしれませんよね。 うん本当、支持率がですね、3割切ってもおかしくない。まあ、一時期3割切りましたからね、そのコロナの対応の問題でね。で、やっぱずっとその安倍内閣支持率が、こう、あの、何て言うんですかね、もう桜を見る会以降、そんな大きなスキャンダルはないけども、やっぱコロナの対策でですね、ずっと下げ続けてるっていうのは今ですからね。 だからやっぱりね、あの、純粋に本当安倍政権の対応っていうのをですね、国民が良しと思ってないと。で、この間ね、やっぱその、安倍政権も何もやってないっていう、いやもうコロナ対策はね、むちゃくちゃやなと思うんですもう何あの何もやってないなと思うんですけども、ただ、えー、現金給付金として10万円配ったりとかね、この GoTo キャンペーンもそうですけども、 その対策っていうか、一応こういう、なんかやってることはやってるんですよね。あの、国民受けするかもしれないような、えー、国民受けするだろうみたいなことはやってるんですけど、それがもう全部裏目になってると。現金給付って言ってね、10万円も配ったのに、支、え、持、ー、率が上がってるどころか下がってるっていうのはですね、やっぱりね、もう、 大きな問題なんちゃうかなと。で安倍さんもね、あの、なんて言うんでしょうか。最近まで、えー、ちっちゃいね、安倍のマスクって言われてるマスクつけてたかと思ったら、ま、急に大きいマスクに変えてきたっていうのもですね。ま、これもネットでの、ま、批判の対象になっているわけでね。もう何をやってもですね。 えー、なんかもう批判されるというか、ね、なんか指示をなんか下げ続けてるような感じに見えてしまいますよね。だからその中でね、本当やっぱこのお盆規制の問題っていうのも、本当どうしたらいいのっていうね、だから国民からしたらね、その僕らからすれば、帰ったらいいのか、帰ったらダメなのかっていうことを、政府が、政府が方針としてきっちり出さないとですね、 それは今のね、その予定とか、あのー、考えてたね、その休みお盆期間の予定とか、もう早く立てなあかんっていう人もたくさんいると思うんですよね。もうそれが立てられないという人もいるんじゃないのかなと思うとですね、やっぱこれ影響大きんちゃうかなというふうに思いますよね。だからそもそもね、やっぱ GoTo キャンペーンみたいなのを、その感染者が もう激増してる中でね、都市、大阪とか東京で、中でやるっていうことが、やっぱ大きな間違いであると、JNN 世論調査でもね、77%でしたっけ、もう8割近くがですね、GoTo キャンペーンやるべきではなかったという回答をしてたと思うんですよね。 いやもうそれは誰が考えてもそうですよと。でも本当そのこの規制っていうね、お盆規制っていうみんながわーっと一斉にね、変えるかも。いやいつもやったらいつも変えてるシーズンなわけで、そこに拍車をかけるように GoTo キャンペーンやってるっていうのはですね、も、ま、う、あ、本当にその激増させかねないとかね、思いっきり増やす、あの、要素っていうのはね、あるわけで、ここをどうすんのかと。 だから一時的にやめるとかね、なんかそういうことを。 あのキャンペーンをやめてね、規制もやめましょうって言って呼びかけたりとか、まあ、そういうことが、ね、求められるんちゃうかなと思うんですけども、えー、なんかこれもまだ時間がかかりそうだと、NHK ではですね週内に分科会を開いて専門家の意見を聞いて、規制の際の注意点や対策などを示したい考えということなんですけども、この分科会の人たちだって GoTo キャンペーンはやるべきじゃないと言ってたわけですから。 それを無視して、無視してというか、そう,そういう意見を聞かずにやってるというのが今ですから、本当にその安倍政権というかね、この政府のやってることっていうのが、あの正しい判断を出せるのかどうかっていうね、専門家の意見聞く言うて聞いてないで、GoTo キャンペーンやったわけですから。 本当そういうところがね、やっぱもう国民も見てると思いますよ。あの、こういう、なんていうのでしょうか。もう分かりやすい矛盾っていうかね、整合性が取れてないことについてっていうのは、まあ、格好のね、まあ、野党、野党もすごく批判しやすいっていうのもありますしね。 だからこそみんなが納得いくようなね答えっていうのを出さなきゃいけないのに、まあそれができてないっていうとなると、ですねやっぱ安倍首相の信頼問題でねまあ安倍首相だけじゃないですよね、やっぱり次期首相になるかもしれないとかって言われてる菅官房長官だって、ですね、えー、そんなあ新、あの一律には控えてと言って。 言えないみたいなことを、なんかようわからんようなね、ことを言ってるわけですからね。そういうことが言ってもね、まあ本当にこう、ちゃんとやってほしいなっていうかねうん、やっぱこれこそ僕は国難だと思うんだよね、このコロナ問題っていうのは。そこに対して、あの、なんか、矛盾したようなね、こと、政策をやってる、どっちつかずみたいなことをやってたらですね、やっぱり、あの、いつまでたっても解決しませんよね。 解決する時期が延びてしまうということは、やっぱりもう、経済にも、ね、大きな影響を与えるということで、やっぱここは有権者というかね、国民もね、本当によく考えないとだめなんちゃうかなと思いますけどもねチャンネル登録よろしくね。